実際にやってみた。おおおパチョパチョパチョ、キロマシンです。パッパパチョ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 。うわあ、なんかずいぶんオシャンティーな装備してるな。なんだまどろみ切りって。さあ準決勝だ。ここ勝てば決勝戦。いや長えな。いやここで負けたら正直もっと折れるかも。でどうしようかな。まあ、とりあえず全体攻撃とか振っていくか。力でね殴っていけばこんなん勝てると思うんで、よろしくお願いします。こんなんだよな。あキラーマシーンだ、いいね。キラーマシーンマヘド気味みたいなってあれ良かったかな。確かこんなんだよ。まどろみ切りできて当たれ、当たってほしかったな、当たってほしかったんだろうなこれ。さあラリアットラ、ほらガードしてんだけど。うわいい盾持ってるわ、ガードしてるあいつ。え二人でなんか投げてる。うわえ強くね、強いぞちょっと。二人でなんか投げてる。うわえ強くね、強くね、あの二人強、二人でやんなんてなあ、ずるじゃない。こっちも当たるな。さあお前ね、やっぱ僕やっぱギガンテスが最強だからこのゲーム。当てちゃったよこいつ。じゃあ単体で殴るか。外していいよ。外していいよ。あ、早い、キラーマシン。いいねー。マヘド切り見たい、マヘド切り。ガードしてるし。その、ほら、すぐギガンテス狙われる。そうやって、弱いとこ狙わないでほしいんだよな。ゴーレムとか来てほしい。うん。寝ないなぁ。寝ないなぁ。当てるなぁ。当てるなぁ。狙うなぁ。当てるなぁ。ちょっと待って待って待って。やっぱパワー、やっぱ強えなこれ。うおぉ、なんでお前よけんだ。それは意味がわからんないけど。それだけは意味がわからんけど、うん。うん、あいつ避けたんだけど、シュッじゃないんだよ、シュッじゃ。何？あ、なんだっけこれ。なんかクリフトだ、クリフト。なんか回復すんだよ、確か。うーわ。いや、でも大丈夫。これはさっきね、こっちもダメージカウントで押し切るから、次のターン。次のターン、押し切りゃいい話だからね。なんだったらこのターンに殺していいよ。ああ。コークスクリュープローいいよ、なんだったらこのターンにやっちゃっていいよ。通行出ないな。あ、来た、前踏みに。これ見たかったんだよな。いいねー。うわ、しかも、なんか強くない？強くない？通行もないしな。あ、外してるしな、お前。これは多分、いや、これは多分ね、まあ、じゃあダメージ系、スーパーハイテンションあるんで、これ使って、終わりです。あ、でも待って、これ素早さ的にやばくない？HP やばくないこっち。あ、でもこれでね、ここで、レップーザン当てて終わりよ。はい。はい。なんで？あ、でもほら、ギガンテスがやってくれるんでね。強烈だ、ウィクズ。オーラ行くぜ。違うね。勝手どうすんの。まあ、お供がもうラスダンだもん。負けるわけない。ほら、HP、2600万だよ、HP。もうこんな負けるわけねえよな。もう。さあ、準決勝や、パッチョ。なんだ、パッチョって、なんか、キラーマシンの鎧を着た、相当なキラーマシン好きか？ほんとに。まあね、ボスとの通行の危機、バシバシやっててね、もう。スパッと勝っていくんで、よろしくお願いします。スパッといきますよ、スパッと。うん。パワーでね、この、コンボのパワーでね、ガンガンいこう。うわ、前の切り。かっこいい。うわボスロールが。いや、HP も高いけど、その分、耐久もないから、耐久は HP でしか起き合ってないからな。うわ、まどろ気味だ。これ寝るとこあるんじゃないの？
寝てよ。寝てよ。うわ、まあでも HP はまだこっから返すからね、一気に。一気にこの通行の時計当たればいいだけだからね。当たれば大ダメージ。通行の時計。スーのー、ああ、やっちゃった。やっちゃったなー、こいつも。投げ払うでいっかー。なんか普通にいけそうだもんなー。あ、硬い。大丈夫だ。ギガンテスがやってくる。うちのギガンテスやってくる。やってくれる。うちのギガンテスやってくれる。ほえー。おい、強い。もう、これ、普通に、全体こすってって、勝てんじゃないの、こんな。頼むよ。マドルミギー連打で勝てるんだよ、お前は。お前は、マドルミギー連打で勝てるんだ。うん。間違いない。それは他の実況者が証明してんだ。うん。まあ、削り切られる方が怖いんだけどさ。まどろみぎり、強いんだよな。あ、熟睡、何？何それ？ちょっと。いやー、ちょっと待ってって。当たってくしんだよ、そこって。そこ当たんないとダメなんだよ。おかしいな。いや、ここにギガンテスが、ああ、ガードしやがんだ。真ん中の性能盾か、あいつ。盾でガードしてる、ちゃんと。こっちもガードしてほしいな。こっち全然ガードしない。もう、でもパワーかね。もう、いくらガードしても、パワーには勝てねえんだよ。ほら、ほら強い。ほら、もう強いもん。もうここでもうこのターンに決めちゃうよ。このターンに決めちゃうよ、多分。何？何？スペシャルカード。うん、そんなん使ってんの、そんな。そんなずるいよ、そんな。聞いてないよ。うーわ、HP は追いつかれてる。え、HP 追いつかれてんじゃん。はぁ、辛いな、このリアクション。行くぜ！ほい！あ、ええー、外しすぎじゃない？それは。ちょっと外しすぎ。ちょっとギガンテス、ちょっと。ちょっと、厚着すぎな？ちょっと。え？マジでやばいんじゃないか。このままじゃあ、HP、このまま返されるとか、あるんじゃないの？うわ！ HP やばいな。え、ちょっと待って、場所的に、ちょっと、マジでやばく、え、や、HP やばいんじゃないか、こっち。それだから、それしちゃうと、あ、だから、それだと同じなんだってね。ね、分かって、パッチョ。パッチョ、それね、多分ね、お前の理想論できない。また受けてるけどさ。これ、また通るじゃん。あー！パッチョ！おめえの黄金パターン、俺に見せてくれる気ねえのか、お前。おい、使うぞ、俺。おめえに使うぞ、今度は。おめえに使わなあかんのか、逆に。そういうのめんどくさいから嫌なんだけど、俺。巨体を揺らして殴りかかる。うん、まあこれも一種の負けではあるんだけど、その負け方が違う。遅いっす、コンガー。もっと早く出してくれ。さあ、そろそろパッチを決めてくれ。パッチをそろそろ決めてくれ。おかしいっすね。この、僕が今何をやってるかっていうのは、伝わる人には伝わるんですよ。これ伝わる人には伝わることをしているんですけど、うん、なんかね、そのパターンにいかないというか、あれ、だいたい、実況者ってみんなこういう形で負けんじゃねえかというのを私は今やってるんですけど、もう5回目になってくるんですね、実は。1回は取れてなかったけど。あれおかしいな。うん、行動もそれっぽく選んであげ、ああ、そう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 。行動も、なんかそれっぽく選んでんだけどな、自分、一応。行動もそれっぽく選んでんだけど、モンスターもそれっぽくしてんだけど、パッチの黄金パターンに行かないというか、なぜパッチはそこまで僕の思想を嫌ってくるのかなみたいな。都合出してもいいんだよ。出さないね。都合出してええもん、ここ。まどろみぎりで。あ、そう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 。もう僕ね、パッチのね、何が見たい。今回パッチョで俺は見たいものがあるんで、そのために僕はパッチョばっかりやってるんですけど、今日の動画。まあ、まだ2ターン目ですね。まだ2ターン目、こっちの勇気まだそんな溜まってないな。まだ、まだ大丈夫でしょ。いや、避けるね。うん、避けてもらっていいけど。
全然避けてもらっていいよ。カード、あーカード、あーってなんで俺が言わないのね。このターンでいけんじゃないか。まあでもこのターンでいけるでしょ。なんだスペシャルカードを使うなお前は。あれ誰だそいつ。え、うーわ HP 回復した。え、ちょっと待って、まだこのターン倒せないんじゃないか。じゃあ、え、大丈夫かな。いやでもやってくれるんじゃないでしょ。なんだかんだやって、まあ、次のターンでいけるか。痛恨一発 OK。 うん、うん、うん、マドル右に絶対これ。多分溜まってないこれは。あーっと熟睡寝ちゃって、え、深い眠り。あ、でもこれね多分溜まってないんだ。1ミスしてるよね。じゃあギガスラッシュで終わりでしょ。おい、あ、何してんの。おお来た何してんの。え、溜まって、え、うぅ、あいつ1ミスしたよね。え、1ミスした、1ミスした。え、こっち溜まってないよ。え、ちょっと待って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 、え、え、負け、え、負け、え、おかし、ずるない。あれ、コンボ痛そう。あれ、主人公の顔にコンボがめり込んでる。痛そう。ようやくやってくれたな。